4年間で初めてグラウンド内で感情を出すというか、いい悪いにしろ初めて見たので、監督自身も思いがあるでしょうし、見た選手全員ビビってると思いますし、みんな伝わってると思います。勝ちに対して貪欲というか、自分たちもやらないとと思いましたと、初めて見る三浦監督のむき出しの熱量に感化されたといいます。普段怒らない人が怒ると怖い。たまにはこれくらいした方がええやろ。舐められてたってことやな。立浪もそろそろ切れてみたら。そもそも選手時代から切れたことなかったやろ。グラウンドで三浦が吠えたの初めてなんちゃうか。人より沸点が高いところにあるってことだからな。ためにため込んで爆発やから、そりゃ怖い。新井さんが切れたらこの世の終わりという風潮、リーゼント怖い。現役時代いくら勝ちを消されたりエラーされても切れなかったのにな。ノーなんて言われたらそら切れるわ。ウィッグノー。三浦チェンジ。交代拒否って普通に造反やからな。まあ外国人 P はまだ失点してないだろって考えのやつ多いからな。山本おろおろ巻きそわそわで面白かったわ。ウィッグが何か言い出した時の巻の表情で笑う。ボール奪い取ってマウンド鳴らしてそのまま投げるかと思ったわ。いつも試合後のインタビューの後ろで選手が騒がしいのに、昨日はこの話題になった途端静かになったのくさ。ウィッグの交代場面についてはそうっすか、覚えてないですとにやり。その後もあまり覚えてないけど、全員リリーフ陣も準備してくれていた。坂本もしんどい場面でワイルドピッチもありましたが、西まで行きましたし、千早、佐々木もあそこで一本出てたらどう流れが変わるかわからない。最高の働きをしてくれたと、後を投げた2人の投手を称賛した。怖すぎ。坂本が暴投した瞬間どんな気持ちだったか本音を聞きたい。これは浜の番長。普段おとなしそうなやつほど切れると怖い理論本間やな。これはリーゼント。普通監督とかが切れたら掲示板とかって荒れるけど、今回は好意的な意見ばっかだな。三浦すげえわ。正直かっこよかった。普段切れ慣れてないと変な感じになるけど、しっかりいかついな。三浦やれ選手。はい。負けそうな時ベンチで適当な選手芝居いたら勝てるようになるんちゃうか。ようやくギアチェンジしたか番長。もう8回の裏だぞ。 DeNA のおちゃらけムードにはこれぐらいがちょうど良いやろ。もっと早くやっとけばよかったのに。